神戸市発展の原動力となってきた神戸港は絶え間ない成長を続けています。年間に出入りする大型貨物船は9000隻余り、取り扱う貨物量はこの10年間で倍に増えました。日本全国の輸出の 28%、 輸入の 13% を神戸港で扱っています。輸出は1位、輸入は横浜港に次いで2位の実績です。相次ぐ拡張工事も貨物量の伸びに追いつくことができず、港のラッシュは神戸港が常に抱えている大きな悩みです。明治元年の開港当時、わずか3万3000人余りだった小さな港町は、今日では人口125万人の大都市に膨れ上がりました。六甲の山並みと海岸線に挟まれた狭いベルト地帯にぎっしりとビルや家々が詰まり、全国でも一二を争う過密地帯です。市の中心部三宮から元町にかけての一帯では、今市街地再開発の工事が盛んです。交通麻痺で行き詰まった商店街をよみがえらせるためには、立体的に街を作り変えるほかありません。来年春に迫った万国博覧会までに間に合わせようと突貫工事が進められているのです。高層化による都市再開発のこの方式を全国で初めて取り入れたのも、港からあふれ出たこの神戸の街でした。